特典おまけ映像千秋楽スペシャル。皆さんこんにちは、ドラクル伯爵を演じさせていただいた望月優太です。いつもミュージカルセーラームーンを応援してくれてありがとうございます。ここからは劇場先行予約をいただいた方だけにお送りするスペシャルビデオ特典おまけ映像です。それでは早速恒例の千秋楽スペシャルからお送りしましょう。それは月のうさぎちゃん。やったー、自分でしかないんでチャンス。手紙に書いてない。全然。右手の美奈子ちゃん、レイちゃん、まこちゃんに注目。まちゃんよ、どうせよ、本気にする人がいるんだから。何人も。キッキッキッ、うるさ、知らない、本当のこと言って。だから手紙渡すためにだけ。わかりましたか。気づかなかった方はもう一回本公演の場面を巻き戻してみてくださいね。待てよ、私ら無敵のマネ。続いて今回のお笑い担当マネッチャーズの4人、左手のデスパーに注目。僕たち関西弁喋れないもの。そうよね、それにちびうさんの心捕まえるって言ったってさ、うさってあのうさぎの略でしょ、悔しいわ。私もね、バニーって呼ばれてたのよ昔、お店では。どこの店だよ。何よ、もうテーマソングでしょ、分かってるわよ、押してみなさいよ。寒くなってきたからそろそろ帰ろうか。新カップルとなった2人のシーン。さあここでは新タキシード仮面ネド君が意外な一面を披露してくれました。なんでしょう、懐かしいギャグです。バカダメだよこんなところで。誰も見てない。あカメラが。あ、そうかな、すごいたくさんの人に見られてる気がするんだけど。誰も見てない。懐かしいギャグが映ってるのはアヒルさんだけ。アヒルとか、こういうところは拾ってくださいね。ラミア様たちはいないわね。またまたデスパーでしょうか。神崎さん、今回は頑張ってくれてます。何やってるんですかねこのスカートは。自前です。私はデスパースーパーレディのパー。もう前もこれもそれ。笠原に突っ込ませるって時の流れを感じますよね。なんせ503回目ですから。私望月演じるドラクル伯爵のマジックのシーンです。ここではマコちゃんのセリフをチェック。意外と根性ないんだな。やれない、私は大きいから入れないの。大きくても可愛いよ君は。ここからは選手たちのカーテンコールシーン、ごゆっくりご覧ください。ちびぶん役の郡司彩乃ちゃん、卒業ですね。お疲れ様でした。これからの活躍期待してるからな。
サービスナンバー後のご挨拶ではみゆきちゃんが抱っこです。そして千秋楽だけのダブルカーテンコール、ラムールダムールムーンライト。セーラームーンミュージカル、ついこの間ですね、2日前3日前ですか、もう500回公演を、無事終了させていただきまして、もうすでに千秋楽今日の公演を終えて503回、もう3歩前に歩き出させていただきました。ですね、この先どんどん続くかと思うんですが、もうすでにパンフレットなんかでもご存知の方もいるとは思うんですけれども、夏公演セーラームーンミュージカル決定しております。今回はサンシャイン劇場だけでしたけれども、夏公演は、全国とまでは行かないのかもしれませんが、あちこち地方を回らせていただきますので、皆さん地方の方もね、また何度か見れるチャンスがあると思います。この公演また今回どんどん先続いていきますが、その前にまた、ここサンシャイン劇場でファン感謝イベントという形でですね、イベントを
させていただきたいと思います。その時にですね、また新キャストや新しいキャラクターなどの発表なんかもあるかもしれませんので、まあ、そちらの方も楽しみにしておいてください。みんなキャストの方もですね、目から、涙がですねちらほら見えてますけれども、ファンの皆様の方にですねこれが、宝石となって心の中に残ることを期待しております。それでは本日は本当にどうもありがとうございました。ミュージカルの最後にあのドラキュラの姿をした方が出てきまして、それはどういうことなのかということが夏に続きますので、夏の方も公演見に来てください。夏は、完全新作品ということなので、私も気持ちを新たにとっても頑張りますのでよろしくお願いします。夏休みはここサンシャイン劇場でまた会いましょう。それまでの間さようなら。一度は客席も明るくなって本当はここまでの予定だったんですが、おっとびっくり、選手もスタッフも大慌てです。僕も楽屋に帰ってしまうところでした。笠原がいなかったような。おっと今頃登場、横切りました。間に合いませんでした、笠原くんでした。というわけでお送りしましたのは千秋楽スペシャルでした。さて次回作は一体どんな展開になるのでしょうか。私望月裕太は初演以来初めてお休みをいただきます。ですがトランシルバニアに住む私の娘がてんてんと、ここからは夏公演見てのお楽しみって、これだけでは終わりませんよ。続特典おまけ映像だ。公式ガイドビデオでお見せしてないところを中心にちょっと、3代目セーラームーン神戸みゆきちゃんの記者発表シーン。3代目新セーラームーン役の神戸みゆきです。お願いします。はい、じゃあこれね、これは顔合わせと本読みです。この度3代目新セーラームーンに選ばれました神戸みゆき15歳です。本当に今とても緊張してるんで、読み合わせはしっかりちゃうかもしれないんですけれども、これからどんどん頑張っていくので皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなは何やってたのよ。これはスチール撮影の時の一コマ。皆さんが目にされるポスターやパンフレット用の写真を撮っている時です。大勢のスタッフに囲まれてますね。
全身っていうかアップからでいいよ。じゃあいくよ。ちょっと明るいバージョンね、最初。どうぞ。これは11月に行われたファン感謝イベントより撮影会です、ね、これを楽しみに来てる人がたくさんいるようです。いっぱい撮ってくださいね。お名前を教えてください。これはまたまたちびうさですのダンスコンテストに出てくれたちびっ子たちですね。何歳ですか？足かゆいのかな。質問コーナーですね。覚えてくれましたか？いいですか？違う名前がいいですか？あー、すいません。はい、笠原くんの I Do Justice です。これは悪人が歌う歌じゃありません。お前のことだよ。嘘つけ。さあ、そしてエバーラスティングムーンライトです。さらに立ち稽古、演出家佐伯さんから厳しい注文が飛びます。仕事には厳しいけど親身になって相談に乗ってくれる良き先輩です。本当お世話になりましたと台本に書いてありました。もう行ってなきゃ。美和子はもう一回初日のロビー風景ですね。こうやって皆さん来ていただいて嬉しいです。グッズを見る目が真剣ですね。会場にも選手の衣装を着たお友達がいっぱいです。次は初日の舞台を終えた神戸美雪ちゃんの感想です。やっぱり人前でこういうふうにいろいろできるっていいことですねって思いました。なんか歌が終わるたびに拍手してくれるお客様がいっぱいいてとっても嬉しかったです。最後にお知らせです。恒例のゴールデンウィークファン感謝イベントが5月5日から7日までサンシャイン劇場で開催されます。スケジュールはこちら。5月5日、6日、7日時間はこちらの通りです。4月2日よりチケット発売です。全席指定となっておりますので良い席はお早めに。お買い求めはご覧のところまで。チケット本松竹、チケットピア、ローソンチケット、 CN プレイガイド、チケット24、サンシャイン劇場、歌舞伎座、新橋演舞場の各劇場窓口です。新キャストの発表もありますからぜひ遊びに来てください。初めての経験です。仙台の原文奈さんや大山あんざさんに一日でも早く追いついてこのセーラームーンミュージカルの伝統を汚さないように一生懸命頑張ります。そして夏公演のお知らせです。早くもタイトルが決まりました。2000年サマースペシャルミュージカル美少女戦士セーラームーン決戦トランシルバニアの森、新登場チビムーンを守る戦士たち。日程は以下の通りです。8月6日、埼玉県戸田市文化会館。問い合わせはバンダイライブオフィス。8月4日から9日、新神戸オリエンタル劇場。問い合わせは新神戸オリエンタル劇場まで。8月11日から13日はシアタードラマシティ大阪です。問い合わせはシアタードラマシティまで。8月15日は岡山シンフォニーホール。問い合わせは岡山音響まで。
8月17日は愛知県愛知厚生年金会館、問い合わせは共同東海です。8月19日静岡県浜松福祉文化会館、問い合わせは共同東海または円文連まで。8月23日から9月4日まで池袋サンシャイン劇場です。問い合わせは池袋サンシャイン劇場まで。以上、全国7カ所でご覧になれます。さらに500回公演記念ビデオの発売が決定しました。2000年1月15日に通算500回公演を迎えたのを記念して、初代ムーンの大山安座さん、2代目の原文奈さんたち、ゲストを交えた当日のカーテンコールなど未公開映像盛りだくさんのスペシャルビデオです。詳しくはこのビデオに同封の申し込み書をご覧ください。今回は通販のみの限定販売です。ただいま制作中、ご期待ください。お問い合わせはバンダイライブオフィスまで。それでは皆さん、またお会いしましょう。お相手は望月優太でした。